はいどうも、タイゼルです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はこの春したいスウェットスタイル、シャツスタイル考えてみました。まあ、これ見るだけで割と春スタイルはもう完結するんじゃないかなって思うぐらいなので、よかったら参考にしてみてください。これ見るだけで1週間のコーディネートが困らなくなるかなと思うので、参考にしててください。では本日も早速いってみましょう。はい、ということで、なんかこの時期って、まあ、正直何着ればいいかわかんないじゃないですか。もうシャツなのかスウェットなのかニットなのかカーディガンなのかみたいなことあると思うんですけど、僕のイメージの春ってシャツと何々とかスウェットと何々っていう印象なんですよ。まあ、そういった中でこの春はスウェットとシャツスタイルを楽しんでいただきたいなと思ってまして、で、僕が個人的に最近スタイリング撮ってて、これめちゃくちゃかっこよかったなとか、これすっごいハマったなみたいなスタイルがあって、まあ、それをねちょっと紹介できればなと思うんですけど、まずワンスタイル目こちらでございます。じゃん。はい、こちら、まあ、一発目からまあまあ癖が強いんですけど、セモーのシャツセットアップですね。セモーのシャツセットアップの上にイシューシングスのタイプ1着てます。このモノトーンスタイルなんですけど、柄物のセットアップを中に着てるので、すごいね、メリハリがある、あんまりのっぺりしないっていうスタイリングですね。あとなんかこのシャツ自体ポリエステルなのですっごい着やすくて、体温調節もしやすいってところで好きです。で、あとこう白と黒でまとめてるんですけど、これがなんかすごいかっこよくて気に入ってるスタイルなんですよね。一見難しそうなんですよ。でもこれ白ジャケット脱ぐとまあまあ派手なんで、割とね好き好みはあると思うんですけど、僕はすごい好きだし、チャレンジしてみたいって人も絶対中にはいると思うんですよね。柄物とかぜひこの春は割と柄物のアイテムすっごい世に出てたりとか、花柄とかプリント柄とか今すごいトレンドにもなってるので、ぜひね柄物を楽しんでほしいと思ってこのシャツセットアップおすすめしてます。あとモノトーンだったら柄物ってチャレンジしやすいと思うんですよね。だからちょっとやってほしいなと思ってます。次がこちらでございます。はい、ドン。シャツにシャツを合わすレイアウトですね。まあ、シャツに T シャツを合わせるスタイリングでももちろんかっこいいと思います。でもちょっとシンプルすぎるなって思って悩んでる方は、襟と襟を合わせたりとか、シャツとシャツを合わせるっていうのも少し個性を出せるスタイリングだと思ってます。なんでシャツ2枚着てんのって思う方も中にはいらっしゃると思うんですよ、ファッション業界じゃない方は。でも僕らはファッションを楽しむファッションアディクトだとは思ってるので、あえてシャツとシャツを合わせていきましょうよって感じなんですけど、まあ、こういったブルーとストライプのねシャツを合わせて寒色系のコーディネートまとめてます。まあ、これだとまとまりも出ます。レイヤーのスタイルなんですけど、まあ、全体的に青み寒色系の色味だとそんなにこう派手にもなりすぎないので、ぜひやってみてほしいです。ブルー系のサックスのシャツに、まあ、白シャツを合わせたりとか、まあ、できれば僕はなんか無地と無地じゃなくて無地と柄とかで合わせてほしいので、こういう楽しみ方をしてほしいですね。シャツかけるシャツみたいな、ちょっと新しい提案で新鮮かと思うので取り入れてみてほしいなと思いますね。絶対あんまみんなやったことないと思うんで、僕結構好きなんでこれはやってほしいです。はい、じゃあ次行きましょう。で、次スウェットスタイルなんですけど、はい、こちらパーカー使ってます。パーカーってどうしてもねすごいカジュアルになりすぎちゃうんで、僕あんま得意じゃないんですよ。パーカースタイルが僕一番苦手というか、苦手なんだけど、まあ、コツさえつかめばすごい素敵にも見える。パーカーってどうしても僕の中でなんかこうラフなスタイルになりすぎちゃう。僕根っからやっぱりこう綺麗なものとかモードとかが好きなので、こう少しこうカジュアルすぎるものを避けがちなんですけど、まあ、あえてそれをどうやって自分なりに落とし込むかってなったらこちらですね。シャツとパーカーです。シャツとパーカーだと、まあ、シャツがいい仕事をしてくれて、パーカーの程よいやぼったさを、抜いてくれる、垢抜けさせてくれるような着方なんですけど、もしね
パーカーも分かる、着るの苦手だって思う方はちょっとシャツ入れていただいたりすると相性が良くなるので着てほしいなと思ってます。これね、レディースの方がよくやるんですよ。すごい長いシャツマンピースにあのフーディーを合わせたりとか、まあ、そういったところから僕インスピレーションもらって落とし込んだりしてるんですけど、まあ、それをちょっとメンズに落とし込むとどうなるかと思ってこのスタイルにしてます。でパンツはカーゴパンツですね。ジルサンダーのパンツなんですけど、ウールのね、カーゴパンツなのでちょっとこう綺麗見えする、まあ、スラックス履いてるような、感じでも履けるかなと思ってこちらにしております。あとビーニースタイルが僕の中で今流行りじゃないけど自分的に被りたいって感じなのでちょっとビーニー取り入れてみてます。はい、次3つ目。はい、どうもこちら、まあ、こちらもパーカー、まあ、スウェットと言われるようなパーカースタイルなんですけど、全体的に寒色系に合わせてるパーカースタイルですね。で、あえてパンツもブルー、パーカーもブルー、中に着てるシャツもブルーで、上に羽織ってるジャケットはデニムみたいな感じで、もう本当にトーンはもうザ・寒色なんですけど、このスタイルがめっちゃ好きで、あえて白を入れずに全部ブルーでコーディネートを組むみたいな。いや、これ結構かっこいいと思うんだよな。難易度は高い、ちょっと難易度は高いし、変にやっちゃうとやぼったく見えちゃうのでサイズ感とか気にした方がいいんですけど、こういったワントーンのグラデーションで遊ぶワントーンが、まあ、前回の3人で喋った時も言ったんですけど、この春やりたいコーディネートみたいな感じで、まあ、本当にまさしくそれで色のグラデーションだけでコーディネートを組むみたいなのがやりたいなって思ってるコーディネートなので、ぜひやってみてほしいです。で、この場合すっごいカジュアルになりすぎるので絶対ブーツで合わせてほしいのと、髪型はちょっとこうツヤっぽいウェッティーな感じにしてあげたりとか、髪の毛グッて上げたりして大人っぽいスタイリングにしてあげたりとか、ピアス開けてる人はピアスしたりとか、アクセサリーつけて少し、ラグジュアリーというか綺麗に見えるような工夫は絶対してあげてほしいです。じゃないとちょっとこう下手したらダサくなるし、でもそれがめちゃくちゃかっこよく見えるスタイルもあるしみたいな、この髪一重なのでそこだけ、注意してあげるのが、ポイントです。で、ラスト、最後のルックですね。はい、こちらでございます。ハイウエストのパンツですね。ハイウエストのパンツにシャツをタックインして、タイドアップネクタイです。このスタイルがすっごいご利用ししたいというかやってほしいです。で、まあ一見ねちょっとこうスーツみたいな、ビジネススタイルみたいな感じに見えると思うんですけど、こういったタイドアップシャツスタイルってめっちゃかっこいいんですよね。で、ここ最近なんかどんどんやっぱ取り入れてる人増えてるとは思うんですけど、もちろんキャップで着崩したりとかビーニーかぶったりとか小物で外しは作んないとスーツっぽくなっちゃうんだけど、でもあえてこれを白のブーツで力抜いてあげたりとか、まあ、こういったロゴキャップみたいなのをかぶってあげることによって全体的にカジュアルダウンさせるっていうことが大前提で合わせてほしいんですけど、やっぱりこのスタイルってあんまり誰もやってないからこそいい意味で街に浮いてくれるし、いい意味でインスタで発信してる人とか YouTube で発信してる人はすごい新鮮で新しいスタイルが出てきたなとか、懐かしさがあるスタイルが出てきたな、アップデートされてスタイルだなと思っていただけるので、これはねネクタイは結構どんどんしていってほしいです。個性がどんどん出ると思います、その人の色も出るし。で、ネクタイスタイルっていうのはなんか見慣れないと思うんですよ、最初はスーツっぽさもあるから。でもあえてこう合わせていく、まあ、誰もしてないスタイルを提案していくっていうのも人と被らない、被りたくないって方はいいかなと思うので、まあ、古着好きな方はねネクタイ取り入れてる方多いと思うんですけど、まだこういったネクタイスタイル全然出回ってないと思うのでぜひやっていってほしいなと思ってます。はい、ということで僕が春にやりたいスタイルを紹介したので、よかったらぜひ取り入れていってほしいなと思ってます。あんまりねやったことないスタイルが多いかなとは思うんですよ。僕自身も市場に受けるようなファッションもしてないと思います。どっちかというと女性的なファッションスタイルだったりとか、まあ、メンズがあんまやらなさそうなスタイルをすることが多いんですけど、世の中にあるファッションのスタイルもかっこいいとは思います。めちゃくちゃかっこいいと思うけど、僕はあえてちょっと違う方向からまたファッションを楽しめるようなスタイリングを提案していきたいかなと思うので、ぜひともこれに共感していただける方は、一緒にそういうスタイルもね楽しんでいきたいなと思っているので、コメント欄とかで好きだったら教えてほしいですし、僕もこういうスタイルが好きです
どのスタイルが好きですみたいなね、あのコメントで会話できればなと思ってます。コメント基本的に全部返すようにしてるので、どしどしコメントしてください。もうね、全然最近あのいろんな方がしてくれて嬉しいんで、コミュニケーション取れたらなと思ってます。はい、ということで今日のこのコーディネートがやってみたいとか参考になったよって方は高評価お願いしますね。はい、でチャンネル登録もよかったらしていってください。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。先生でした。